10月14日、マザーズで年初来高値を更新した銘柄について紹介していきます。はい、今日の日経平均ですが、プラス0.11%と少し上げてましたね。対してマザーズ、プラス1.37%。これは本当ね、マザーズは一体どこまで行くんだって感じですよね。昨日は0.3%くらい落ちてしまってたんですけど、その前が、 1%, 1パー、その前が1%パー、また前が2%パー、また前が2%パーで、結構ずーっと上げてるんですね、まーず。で、今日もプラス1.37%ってことで、本当にめちゃくちゃ強いです。どこまで行くのか。はい。では、銘柄紹介に移っていきます。2150、ケアネット、7%パー、いいですね。うん。最高益取れてて、10%パー欲しいですね。収益性、あ、高いな、収益性。去年が20、あ、いいですね。 どっちも17%超える予想と、うん、おいいですね、この決算。売り上げ50%も上がってたのかで。他2倍ですからね、どれも。めっちゃいいですね。で、次の決算は、1ヶ月後ですね。これが楽しみですね。チャート見ましょうか。おー、まあ上がりますよね、そりゃ。週足。うん。めっちゃ上がってますね。コロナ、これです、これ。コロナで落ちたのは、ここで、この、こんだけの下がりです、コロナ。 そっから何倍上がってるんだって感じですよね。で、コロナのそこが560円まぁ、あ、600円と考えても6倍くらいになってますよね、これ。すごこれめっちゃ上がってるじゃないですか、ケアネット。大株主はああ、機関投資会入ってますね。うん。はい、えー、次が3690のイングルム。イルグルムか。今日4%。うん、あ、安定して。 いいですねここら辺ちょっとまだ2桁取れてないんですが19、20と20%超えてくるおおいいんじゃないですか収益性はおこれプラテンしてるんですねプラテンの予想か今年の9月、うん、で直近の決算はというと売り上げ23%あいいですねここも7.5倍と7倍7.7倍去年がこれか一昨年が見たいですね一昨年見れないですけど プレミアム会員じゃないんで、どうだろうな。はい、えチャートを見ると、コロナ前というか、あれですね、コロナがここの辺か。その前から落ちてたんですね。でもここはしっかり抜けてきてるんで、まあ、面白いかもしれないですね、これ。突き足でみましょうか。あー、なるほど。なるほどって感じですね。はい、え次が3914の JIG 層。今日4%。うん。 これもいいですね。売り上げ。いい感じ。収益性も。あ、いいですね。20%を超えてると。うん。これはいいんじゃないですか。で、直近の決算。16。ああでも他が落ちてるのか。まあ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 。チャートは。うん。あんまり、ここも、ここに何があったんですかね。2016年の5月。めっちゃ上がってますね、ここ。はい。えー、次が3923のラクス。今日は4.56%。 ラックスはね、いい株ですよね、本当に。この売り上げしてますからねで。収益性も高いんですよね、これ。ラックスは本当ね、文句なしでいい株だと思います。はい。で、えー、決算見ても30%。で、いいですね、これ。ラックスは本当にいいな。チャート見ましょうか。これです、これ。これはね、買いでしょう、と。めっちゃいいですよね、これ。うん。はい。えー、次が、39。 36のグローバルウェイ。今日8%結構上げてますね。うー来年23%ですが、収益性、あ、マイナス赤字ですか、まだ。ちょっと伸びがしょぼいですね。はい。えー、次が3998のスララネット。今日5%ですね。スララネットもね、本当にずっと上げてると。こいつも、ね、一体どこまで行くのか、不思議ですよね。うん。1万円越すんじゃないかな。これもね、確か4000円くらいから僕見てるんですけど、 この辺か。だからこの辺で、あ、超えてきたなーみたいな思ってたら、気づいたらもうね、ここまで行っちゃってるというね。すごいですよね、本当に。これ本当にどこまで行くんでしょう。突き足とかで見ましょうか。これですからね、ほんとロケット打ち上げてるみたいな感じですよね。年、ね、で見たらもっとすごいですよ、これこれですからね、これ。ロケットです、まさに。はい、えー、次が、4051の GMOFG。今日は、お 5000円上げてストップ高24。24%。いいですね。GMOFG。これ確か IPO 銘柄ですよね。まだ1週間とかじゃなくて、1週間2週間だと思うんですよね。収益性がちょっと低いんですけど、うん。2週間だったかな。まだ全然。そうですね。冷やしで見たら。いや、そんなことないか。これ7月からか。なんかと勘違いしてましたね。でも2ヶ月ちょいか。これはなんか材料が出たのかな。でニュース。 材料。えーっと。あれ特に材料ないですね。材料なしのストップだがか,かな。なんか機関が買ったりしたんですかね。はい。えー、次が4389のプロパティデータバンク。今日は13.72%。うん。まあ、10%で成長できてると。収益性も、まあまあまあって感じですね。直近、ああ、でも売上すごいですね。 売上が30%上がっていて、他10倍以上。で、えっ、ー、と、去年がちょっと少なかったんですね。もう一昨年と比べても、まあ、2倍くらいなんで、まあいい決算であることには変わりないと思います。はい。で、チャート見ると、うん、これも今日飛んでますね。週足とかで見ましょうか。うん、いい感じですね。コロナで落ちた時が、まあ455円、まあ、500円だと考えても、これも1回3000円近くいってるんで、まあ6倍はいってるんじゃないですかね。 すごいですね。ニュースは出てるかなあー、なるほど。不動産管理ソフト、BIM と連携。これが材料ですかね。はい。え次が4436の民株。今日は1.11%。民株もいい株ですよね。うんで。収益性も、まあまあ、収益性はまずまずですね。うん。この売六上三が63%パーと。めっちゃ伸びてますと。他もね、3倍以上で推移してると。これもすごいですよね。で、 この3倍っていうのは、去年が特にね、悪かったってわけじゃなくて、まあ、一昨年、去年、今年と、だんだんね、積み重なってね、この売り上げが乗ってるんで、これは素直に評価できると思います。これはね、面白いと思いますよ。やっぱコロナで、じゃんじゃん政府がお金吸ってるんで、みんなね、株のね、ブームが来ると思うんですよ。絶対熱い株だと思いますね、これ。うん。はい。 え次が4443の33。今日は8.84%。うん、33は黒点したんでしたっけこの売上の伸びすごいですよね。収益性見ると、あ、そうですね。今年の5月に黒点してるっぽいですね。はい。ですが、えー、っと、今年の6から8月期は、他が落ちてますね。売り上げが上がってるんですが、うん。えー、っと、おー、なるほど。 上がってる。これは決算なのかなそんなに、もうちょっと上がってもいい気がするんですが、どうなんでしょうね。うん。えっ、ー、と、ニュース、なんか材料が出てるかなあー、6894、経常益は47%増益で着地。なるほど。これだ、あー、もっと悪いと思われたんですかね。うん。 はいえー、次が4448のチャットワーク。今日は6.07%。チャットワークもね、いい感じに伸びてます。うん。30%でねで。収益性も、えっ、ー、と、今年の12月に、えー、19%になる予想ということで、えー、決算に期待ですね。はい。これが、えー、直近、これしかないですね。上半期。上半期を売上35%で。他4倍と。すごいな。で、チャートを見ると、 うん、最近本当に上がってきてる感じですよね。えっ、ー、と、ここを超えたのが、えー、9月、と1 1月入ってからくらいかな。10月、9月終わりから10月にかけてめっちゃ上がってますね。うん。はい、えー、次が4478のフリー。今日は7.76%。フリーめっちゃ上げてますね、本当に。僕フリーも大好きなんでね、いいですね。 売上こんだけ出てて、収益性。まだマイナスなんですが、フリーはね、まあまあサブスク系なんでいいんじゃないでしょうか。えーと、ここですね。上半期かなうん。前年比で比べて5ーだいぶ高いですからね。うん。フリーも綺麗ですね、本当に。これですよ、これ。これはね、買いでしょ。この綺麗な右肩上がり。 まあ怖いんですよね、こういう株って。どこで買うのにも。あれもね、入んないとね、勝つことはないんで、負けることもないですが。はい、次が4480のメドレー。メドレーもね、めっちゃいい株ですよね、これ。うん。これですよ、これ。メドレーもいい株ですね。で、収益性もね、あ、そんなでもないかな、収益性。あ、でもプラスになってるのか。あー、マイナスだったのがプラスになった。あ、これだいぶあいじゃないですか。で、え決算成長性。あれ、ないな。 そうか、まだ結構1年経ってないのか。これもね、チャート綺麗だった気がします。おやっぱりね、綺麗ですね、これ。コロナで落ちてから、ぐわーっと。うん。2倍くらいはいってますよね、コロナで落ちたとき。えー、下値が3040円だったんで、そこで買ってたら、まあ、株価が2倍になってるという感じですね。はい、えー、次が4482のウィルズ。11%。おぉ、2桁で成長できてる。あ、いいですね、これも。 これあんま見たことないな。あ、収益性も高いですね。これ見たことない。何の会社だこれ。あれこれ見たことないですね。何の会社だろう。えー、上場企業と投資家をつなぐマーケティングツール IR ナビ。プレミアムクラブを展開。これ株系かはあ、なんだこれ。へえー、これそうですね。あんま知らなかったですね。チャートがそうか。久々なのか。上げてくるの。 6月からずーっと上がってなかったですもんね。で、今日抜けてきたと。ほーん。これ面白いかもしれないですね。なんかこう、これこう見ると、カップイズハンドルっぽいですよね。まあ、下げがちょっとしょぼいですけど、冷やしのカップイズハンドルでこうぐわーってきて、ちょっと下げてまた上がるみたいな。面白いチャートの形してますね。ここからまた上がってきそうですね。 はい、え次が、4485の J タワー。今日は0.45%の上げです。J タワーも、いいですね、ータワー。これもめちゃくちゃ伸びてるな、売り上げ。で、収益性は、ああじゃあプラテンしてきた感じか。なるほど。これも1年経ってないかなうん。えー、周波しみると。そうですね、これが、えっ、ー、と、去年の12月20日ですね。はいはいはい。で、これが、 うん。最近これも上がってきた感じですね。この上値を。うん。しっかりブレイクできてますね。はい。えー、次が4486のユナイトグロー。今日21%上げてストップ高。うん。2桁で成長できていると。で、収益性はうん。いいですね。13%。ちょっと下がってる感じもしますが。これも1年経ってないのか。結構新しい株が強いですね。これはいつだえっ、ー、と、去年の 12月20日か。うん。癒してみましょうか。これね。めっちゃ上がってる。これはニュースが出たのかな材料。材料はあ、特になさそうですね。これも材料なしの上げかな。オオカムのしかなんか入ってるんですかね。うーん。はい。え次が4488の AI インサイド。今日は1.73%。AI インサイドはね、これめっちゃ強いですよね。 この伸び方。で、収益性も高いと。これ安定してますからね。これ AI の文字認識の確か会社ですよね、これ。これもね、右肩上がりの綺麗なチャートだった気がするんですよね。週足とかで見ると。うーん、いいですね、これ。ぐわっと上げてますね。うん。ボリンジャーとかで見て、3シグマで結構推移してから、たまに落ちるんですね。落ちるタイミングがわかんないですね。結構3シグマで。 これも 3C5 も当たってからも伸びてますもんね。うーん。だからもうちょい行くかもしれないですけど、どっかで調整は入りそうな感じしますね。上げて調整、上げて調整みたいな感じですからね。はい。えー、次が4880のセルソース。今日は11%オッケー。これも結構上げてますね。ああ、で、そして売り上げの伸びもいい感じ。収益性はちょっといまいちだな。うーん。これも1年以内なのかな 意外と、週足で、これが、えっ、ー、と、これは11月1日。もうちょっとで1年ですね。うん。ニュースが出たのかな。いや、国策少子化対策。これが、でも10月1日ですからね、このニュースが出たの。うーんな、特にニュースはなさそうな感じしますが。うん、でも結構これ、あれですね、大口投資家めっちゃ空いてますね。 銀行だって1、2、3、4、5個。5つの銀行に買われてるって感じなんで、めっちゃ面白いかもしれないですね。うん。大口投資家だからモリっと買って、それ11%上げたのかもしれないですね。はい、えー、次が6027の弁護士 .com。今日は3.57%。うん。弁護士もね、ずっといいですよね。 うん、で直近のね、売り上げがめっちゃ落ちちゃったんですよね。こう最終益が96.6%マイナスになってると。4ですからね。400万かな。めっちゃ低いですね。ですが、株価は堅調と。売り上げが伸びてるんでね。うん。株、そうですね。こう横だったのが、ぐわっと上がってきてます。はい、えー、次が7082のジモティ。今日は0.6%の上げ。ジモティもね、うん。 いい感じですね。収益性はおー、だいぶ。今年18%取れてたのか。いいですね。来年も19%。いいですね。これも結構上場したてだった気がする。5月とかじゃなかったっけ違うか。3月か。2月の14日ですね。バレンタインに上場してますね。で、落ちてたんですが、ぐわっと上がったと。ほん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 。はい。えー、最後。7353の清ラーニング。 今日は8%。これも結構上げてますね。キオラーニングもいいですよね。この売上の伸び。収益性はうわこれ、予想すごいですね。ROE が207。めっちゃ上がる予想ですね。はい。これも結構、上場したてなのかそうですね。これ上場したのが、えー、7月ですね。そこからグワンと上げてる感じですね。上場して一番底だったのが今4000円くらいなんですけど、 そこでもしも拾えてたら今3倍取れてますからね、今。すご。ああ、これも結構初めちょっと下げちゃった感じですが、だいぶ綺麗な形してますよね、これもチャートが。うん、こいつも面白いと思います。はい、ということで、10月14日、マザーズで年初来高値を更新した銘柄について紹介してみました。今日もね、 本当にめちゃくちゃ決算がいい株がいっぱいあったので、まあ、こういう株の中からきっとテンバガーが生まれてくると思うのでもし気になった銘柄があったら皆さんでも詳しく調べてみてくださいはいということで今日も一日お疲れ様でした